はい、こんばんは、山城と申します。さあ、どうかな実はねマ、マイクをこっそり変えてみて、初めて撮ってるんですけどね。えー、ということでね、ちょっとマイクと照明の位置を変えてみたんですけど、どうでしょうかね。まあ、ちょっとはまともになったかなというか、まあ、クはね、まあまあいいの買わせてもらいました。これまたニコ動の方でやろうかなと思ってますけど、ニコ動でね、今、収益化ができたじゃないですか。 あれでね、たまったやつでですね、ちょっと7000円ぐらいするマイクにね、してみたんでね、まあうちにしてはだいぶいい設備更新になったんじゃないかなと思います。アーム式のね、やつで、えーと、こんな感じでね、よっこいしょ、映ってるかな、こんな感じで、こんな感じでね、えー、ワイヤー式に。 えー、アーム式に、ね、なってるやつで、ね。まあこれでね、まあ一応ちょっとそれ僕、えー、実況配信のね、えー、やつっぽくなったかなということでね。まあ音質がね、だいぶやっぱしガピガピね、えー。前はこのカメラについてるやつでやってたんですけど、やはりね、ちょっと音質面、えー、かなり要改善と、ね、なってたところが、えー、これで少しはまとめになったのかなということでね、ちょっと、あとで私もまだこれ初めて撮るんで、まあ一応試し撮りはしてみましたけどね。 ちょっとどんな感じになるのかわからないので、まあ一応これね、ちょっと試しでやってみようかなと思います。まあこれでね、ちょっと一応配信にも、えぇ、ー、レール音質にもなるんじゃないかな、ということでね、まあ、一応ちょっとね、配信の再開もね、えー、視野に入れて、いろいろと動いていきたいと思いますけど、あ、というかもうこの動画が、いや、こっちの方が先に上がるか。えー、またね、えー、この後ね、出ると思いますけど、一応いろいろとね、リニューアルもう一回。えー、ちょっと最近ね、いろいろとドタバタとしてますけど、ちょっとね、落ち着かせるためにもね、最後にちょっとね、 いろいろとデータを今まで入れてきたデータからね最終的にある程度の形を。 えー、整地、整地作業じゃないですけどね。えー、やっていこうかなという感じでございます。で、まあ、今日はね、えー、速報っていう形でね、えー、させてもらいます。あのー、川越にできた松屋に行ってきたということでね、なんのこっちゃって、う感じのね、えー、動画になると思います。た分あの、あの、三重県民以外の方、これです,ですか四扱いでね、上げてると思いますけど、えー、三重県民以外の方にとってはなんのこっちゃやとなるかもしれませんけど、川越町にですね、えー、川越町っていうのは、あの、あれです。 埼玉の川越市ではなくてね、三重県にある、えー、三重県三重郡川越町っていうところがあるんですね。えー、そこの川越町っていう、えー、町にですね、新しい松屋ができたんですねで。この松屋がね、ちょっと三重県では初めての試みとなる、えっ、ー、と、全国的には何店舗かあるらしいんですけど、えー、いわゆる複合店で、えー、松屋さんと、えー、と松野屋さんとマイカリー食堂っていう松屋さんが、えー、提供している、松屋グループで、ね、提供しているカレー屋さんと、えー、と松野屋さんはとんカツ屋さんですよね。 で、あと、えー、松屋さんのやとか出てくるってことでございますね。で、まあ、えっ、ー、とね、マイカリー食堂も松の屋さんも、松の屋さんもどっかで使ったよね。あ、あれだ、八百屋聞いた時だ、えっ、ー、と、年末。この動画は多分ね、上がるの年末ぐらいになっちゃうかもしれませんのでね、だいぶ先になっちゃうと思いますけど、年末ってことない、ね、かな、それまでにあげたいよな、えー、なんですけどね、もうとっくに撮り終わってます。ね。松の屋行ったの見てたっけゴールデンウィーク、うん、ぐらいね、行ってるんですね。うん。とかっていう感じで、行って、 ったところがあるんですけど、えー、とねこのね3店舗複合店とところは私も初めてで、三重県には初出店ということで、この3つが1店舗にまとまってますよという、いわゆる複合型店舗というものらしいので、ね、えー、ちょっとね、そのねお店の方に行ってきたよという、えー、報告でございます。ね、普通に食ってきただけなんですけど、意外とね、あの普通の松屋さんとだいぶ仕様が違ったんで、ちょっとそのあたりの説明もできたらいいのかなと思っておりますので、よろしくお願いいたします。 じゃあね、早速ね、えー、見ていきましょう。 えっと、ね、場所はね、どのたりかというと、えー、こんな感じですね。えっ、ー、と、ここが近鉄富田駅で JR の富田駅。えー、この辺りはね、うちのところでも何度も行ったことがあるところですけど、えー、いわゆるこれが、えっ、ー、と、イオンモール四日市北。えっ、ー、と、おいのね、動画とかでもよく出てくる北じゃってやつですね。えー、通称北じゃって呼ばれていた後あと、ね、ちょっと上の世代になるとこの辺をね、富じゃって言う人もいますね。うちらの世代だとちっちゃい時はそうやっ富じゃって呼んでた気がするけど、 今は、えー、もうすっかり北ゃで有名な、でもジャスコはジャスコなんだねっていうね、感じなんですけどね、えー、この北ゃのところがありますよと。で、ここからずーっと上に登ってくると、この辺り結構飲食店が多くてね、キングとか、えー、ココイチがあってね、で、トミステ、ここ有名な、えー、この辺りは有名なステーキ屋さんです。で、ニャンニャンハンデこれはね、あの、マクロスフロンティアみたいなね、感じの名前ですけど、えー、同じね、名前のね、ニャンニャンハンデというちっちゃい、昔からあるね、えー 中華料理、でま町中華ですよね。があって、えー、私もここはね、入ったことない。親父は入ったことある,あるらしいですけどね、えー。マクロス大好きなんでね。それで行ってきたっていうことがあったらしいですけど。で、スシローがあって、ここはあの、パチ屋さんだったところをね、改装したスシローなんでね、かなり独特な形になってたりするんですけど。えー、で、ええー、と、この前なんか、この吉野家よるってなんかやってたよう、ね、な。で、マクロナルドが、えー、なんか、 めちゃくちゃ混んどって、こっちに出れやんかったよっていうような話とかしとったところは変があるんですけど、動画になってるような、編集し終わったもんな、えーえー、っていうのがあったりします。まあなんやかんやと、再出とかでもね、まあ地元なんでね、外へでいろいろとよっていうところなんですけど、その先のところ、えー、ここにね、サンリバーって呼ばれてる、えー、ところがあるんですあ、今もサンリバーですね。そう、えー。マックスバリューサンリバー店っていう、えー、これ、あの、なんでこんな名前なんかっていうと、あの、 あれですね、あの、もともとここに、えー、とサンリバーっていうジャスコがあったんですよ。えっ、ー、とね、ちなみになんでサンリバーなのかっていうと、ここが今、川越町って話は今したと思うんですけど、川越店って言ってね、川越町っていう、えー、町にあるんですけど、開けたら出てくるのか川越町っていうところがあって、その横に朝日町っていう町があるんですよ。これまたちっちゃい町なんですけどね、これぐらいで、えー、地方自治体でこれぐらいの大きさで、川越町もね、えー、これぐらいの大きさですよっていうことなんですけど、えー、とちなみに小林市あったらこれぐらいあるっていうね、えー でかさ比較でいうとね。っていう感じのちっちゃい町なんですけど、これをて、ね、をて実は栄えてて、あまあ、見ての通りあり高速道路やら、えー、なんやかんやと通ってるんで、結構、物流拠点の倉庫になってたいろんな工場があったりだとか、えーと、東芝さんのでかい工場もあったりしますね、旭町の方にはあったりとか、えー、商業施設もめちゃくちゃ建ってるところがぎゅっと詰まってるんで、実はめちゃくちゃ採算性がいい、ちなみに川越町はあれです、ね、火力発電所があるんで、ここの税収がめちゃくちゃ高いんで。 えー、実は四日市に属さずに今でも独立してやってますよというね、えー、いわゆる、あのー、お金持ってるからわざわざ市町村合併する意味なくねってなってたところですね、この旭町と川越町ってところえー、っていうところらへんにある。ですので、この川越の川がリバーで、旭、えー、町の旭がサンっていうことで、サンとリバーでサンリバーっていう、えー、結構安直な名前の付け方でできていただくサンリバー店っていうところがあるんですけど、えー 懐かしいですね私がちっちゃい頃はありましたね。サンディバーに確か白楊とかも入ってましたよね。うん、っていう思い出のところなんですけど、そこがね、えー、ジャストコが潰れて、えー、今はマックスバリューになってるんですけど、実は店舗名が、ね、そのまんまサンディバーでしてね残ってるんでね、今その流れがこういうの残ってる。で、すぐそこの、えー、と横にあるホームランっていう、これは、えっ、ー、と、 パチンコ屋さんですよ。パティスロ屋さんですよ。パチンコ屋さんがあって、えー、その、えー、ほぼ敷地内みたいな感じで松屋さんも建ってます。ということで、一応ここになんかちっちゃい敷地内道路みたいなの走ってますけど、も、広い駐車場なんで、でかい、えー、ところなんでね、えー。っていう感じになってます。で、ここにできたのは、この新しい松屋さんってことね、えー。行ってきましたよと。写真が。待ってね。切り替えないとダメなんだ。用、え、意、ー、してなかった。あーよ写真が。よいしょ。 はい、こんな感じ。行ってきました。まあ、こんな感じで、毎回、食堂さんと松野さんと松屋さんが一緒になっとって。で、ドライブスルーもあるらしいです。で、24時間営業なのかなということでございますね。ちょっと画像の画質があんまり良くない。えー、しまったな。ああ、というところなんですけど、えー、こんな感じのお店になってますよ。ということでございますね。で、えー、見てると、入り口が一つだけで、中に、もう、えー 3店舗がもう一緒に入ってるって感じですね。それぞれが、えー、セパレートで分かれてるわけじゃなくて、えー、完全に、えー、複合型、一体型になってますよっていうのが特徴ですね。で、えー、っと、カレーが実際、実物が出てきちゃった、えー。実はカレーを食べたんですけどね。えー、っと、あれどこ行ったかな。これの店舗内のね、様子を見ていこうと思うんですけど、店舗内がどんな感じかっていうと、 ダメだボタンの位置書いたのが今いまいちつかみてない、えー。こんな感じで、さっきのエントランスってなってるの、入り口がここですね、入り口がここの中で、奥にキッチンがトーンとあって、真ん中が、えー、とかこっちにカウンター席が中にッドあったかな。で、こっちの奥に、えー、テーブル席がわーというような感じで、結構店内は、えー、とカウンター広めです。えー、カウンターとかテーブル席と、この客席が広めで、ドリンクサーバーが2つある。えー、で、特徴的なのが、普通 なのかな松屋さんって、大学基本的には、えー、ガラガラガラって入っていくと、 タッチパネルのね、注文機があって、そこでそのまま生産するじゃないですか。では、お金を投入してくださいとかって言われてね、QR コードをフィットとかして、えー、あと電子マネーか、えー、でやってますけど、確かクレジットは対応じゃなかったんだよな。クレジットはからねえんだと思って QR コードで掲載した記憶があるんで。で、えー、p v p ってやったりとかしてして、そのまま、えっ、ー、と、えー、最近のセルフのところだとお水組んで、カウンターで待っておったら出来上がりますよってことなんですけど、ちょっと特徴的なのは注文パネルと生産機が別々になってます。 ですので、まず注文パネルのところで注文をします。で、この時に、あのネットオーダーみたいなやつをしている,ある人は、その QR コードをなんか読み込みするとできるらしいです。それはちょっとね、またやってみてね、どういう感じなのかちょっとまた説明してみたいなと思いますけど、今回は普通に注文してみました。ここの注文パネルが4枚並んでましたね。で、ここで注文します。そうすると、レシートが出てきます。で、そのレシートが、えっ、ー、とね、レシートが、うん、どうした出てこない。 えっと、レシートがこんな感じの、えっ、ー、と、ああ、いや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 、えー、こんな感じのレシートが出てきます。注文したら、まあ、こんな感じで、さっき、ちらっと出ましたけど、彼が出てきましたこれは、えっ、ー、と、毎回食堂さん、マッツーノさんも、えっ、ー、と、 松屋さんも全部一緒のタッチパネルです。それぞれが分かれてるわけじゃなくて、えー、どのタッチパネルでも全ての注文ができますよという感じになってます。で、そうするとこんな感じでオーダー年表が出てきます。で、ここの下のところにバーコードがついてるじゃないですか。このバーコードを、えー、生産機で読み取りをするという形でね。そうすると、えー、と生産機で現金とクレジットも使えたかな。えっ、ー、と えー、あとは何だったっけえっ、ー、と、電子マネーとか各種 QR コードとかにも対応した、えー、生産機になっておって、生産機が4 2台の注文機が四台。ですから4台の注文機のところにみんなでバラケてで注文して、えー、注文が終わった人から生産機に行って、えー、えー、オーダーね、えー、決まった人から生産機に行きますという形でしたね。ちょっと独特ですよね。で、それが終わると、えー、こんな感じで領収書が出てきますってことですね。まぁ、あ、クレジットカードって書いてあるので、クレジットカードちょっと使ってみましたけどね。で、 え、790円のゴロチキ、え、彩り野菜とゴロチキカレーでしたっけね。ゴロゴロチキンカレーってことで、の大盛りで790円のやつにしてみたんですけど、え、こんな感じの領収書が出てきまして、領収書のところに今度引き換え番号が出てくるんで、この引き換え番号で、え、待つよという形になりますということでございますね。え、で、え、出来上がるのまでは、えっと、さっきのね、ドリンクサーバーのところ、えっと、え、さっきのね、え、今のやつが生産期で出てきて、で、そしたらもうそのまままカウント だからこのね席に座って水汲んでね、えー、スカウンターで待ってますよと。そうすると、さえっ、ー、とね、液晶パネルにピーポーンって言ってね、693番みたいな感じで、ね、呼び出されるんで、えー、呼び出せりが来たら、こっちの提供カウンターの方に来ます。これも、えー、別に分かれてるわけじゃなくて、えー、全部、渡辺さんも、毎回、食堂さんも、松屋さんも、全部、えー、ここのところで受け取りになります。ですから、キッチンでも全部作れるようになっておって、もう全部出てくるのはここで一緒って形ですね。あの最近はサービスエリア であるようなの複合型のあの。 提供しているサービスエリアのあのシステムにちょっと近いのかなって感じがしましたね。まあ、効率的なんでしょうね、こっちの方が。で、提供しますね。提供を受けたら、まあ、ここで大変でね、えー、好きなように座って、えー、食べてですね。で、返却口がこっちにあるんで、えー、お皿とかはね、こっちの返却口に返してって感じですね。で、ダッシとかもこの辺りに置いてあるんで、まあ、それで拭いたりとかすること、提供口のところに置いてあるので拭いたりすることができますって感じでしたというところですね。まあ、この辺り、ちょっとかなり生産のところですね、特にパネルと生産 っっが分かれておってっておいうところがこの辺りとかはね、結構、えー、覚えてないと思う、えー、ちょっと初見殺しかなっていう感じがあったので、ね、そこはね、ちょっとしっかりと覚えていくといいのかなって感じですね。で、出てきたのはね、こんな感じでカレーで。カレーがね、えー、とマイカリー食堂さんが多分、三重県だと初めてか、えー。私も愛知の方行ったときに食べたことがある、えー。それも動画で撮ったはずなんだけど、だいぶ後になると思いますけどね。うん えー、どっかで出てくると思います。何の時だったっけ何に行った時だっけあ,あれあるちょっと,、えー、とまだ言えない企画の旅だ、えー。でね、行った時の帰りなんでね、えー、多分サブちゃんとかになると思いますけどね。と、えー、いう感じですね。ということでこんな感じのカレーが出てきて、っていう感じで福神漬けは常についてきてますけど、えー、とねここは紅しょうががちゃんとテーブルに据えー、置きが置いてあったんで。 紅生姜私ね、私ね、結構、あの、松屋さんのカレーとかだと、えー、牛丼屋さんだとね、ちょっと紅生姜も置いてね。紅生姜とまだね、このね、福神漬けとね、えー、コンピレーションがね、結構うまかったりするんでね、ちょっと紅生姜も置いて食べてましたけどね。うん いう感じですねまあこんな感じで結構カレーもね、えー、本格的にゴロゴロしてて、これね、3辛にしてみました。まあ結構で、ね、す。やっぱね、えっ、ー、とね、3辛はね、結構辛いですね。毎日1辛食べてみたら、まあまあまあ普通かなーっていう感じの、普通に辛いかなっていう感じだったんで、試しにちょっと3辛にしてみたらね、まあまあやっぱ辛いですね。松屋さんってもともとスパイシーカレーって言って、結構辛めな設定なんで、から辛口度で言うとね、えー、それがしっかりと反映されてる感じかなって感じですね。 あの、ここチの3辛よりちょっと辛いかもしれない。えー、っていうぐらい、えー、結構辛い、えーえー、カレーだったので、えー、普通の方だったらまずはもう1辛か,か普通あたりから試していくのがいいのかな、という感じでございましたね。えー、っていう感じですね。えー、これからという野菜もね、引けると色々入っていろ色々やっぱねあるといいですよね。これだから緑も入っておって、かえ人、ー、参も入っておってっていう感じでね。で、ちゃんとね、煮込みが入ってるね、あの、美味しくいただけましたよ、ということで、ペロリの画像がこっちだという感じですね。ペロリといただきました。まあ、スプーンもね、 手をってって感じですねうんいい感じでカレーもね美味しくていただきましたし、えー、松の家さんえっ、ー、とね前にとんかつった映像どっかにあるかなどっかに眠ってないかなよいしょ出てきたこんな感じでね、えー、これは松の家さんの別のこれヤゴの駅前で食べたいとか近鉄の屋後の駅前で食べたいんですけど、えー、牛焼肉とねえっ、ー、とこれちょっと牛焼肉もついたお得なセットになっておったんででかん ってね、で、ドレッシングがあるんで、そのドレッシングかけてっていう感じで食べれますよっていう感じですね。あ、あとそう、えっとね、マイカリー食堂さんね、一つね、松屋さんのね、カレーに泣いてる人だとね、注意事項が1点あります。味噌汁はついてきません。マイカリー食堂さんのカレーには味噌汁はついてきません。これはね、 非常に重要な、えー、ポイントになるんじゃないかなということでね、えー、松屋さんのカレーといえばね、あの、味噌汁がついてくることに定評があって、えー、カレーに味噌汁はありかんなしか論争でね、初めてチェーン店としては、初めてね、カレーには味噌汁がいるというね、タッチスタンスを取ったことによってね、えー、カレーに味噌汁派のね、非常にあの多大なる支援を受けているということで、ね、定、うん、評のある松屋さんではございますか、本当かどうかは知りませんけど、適 <laughs> 当に言ってみたけど、うん。 えー、ただね、えー、そういうの方にはちょっと、えー、非常に気をつけないといけないポイントがあります。えー、今回、えーまえー、マイカリー食堂さんは、えー、カレーに味噌汁はついてきません。ここはちょっとね、肝に銘じてね、えー、松屋さんだからね、こんなもん味噌汁についてくるに決まってんだろうと思っていくとちょっと、えってなりますんでね、えー、そこのところだけはちょっと注意していただいた方がいいんじゃないかなと思いますけども、も基本的にやはり、カレーにあんまり味噌汁は、まあ私も別にあのカレーに味噌汁ないと嫌だっていう人ではないです。あったら、まああったらあり、 あありはありはで、最初は私も戸惑いました。初めて松屋さんに行った時にあのカレーにみそ汁がついてきて、おーっとなりましたけどね。慣れると確かに、ちょうどね、あれでね、すすぐような形でね、あのスプーンを使ってね、あのみそ汁を飲むというのもね、うん。 まあ、冷静に考えてみたら、スープですからね。あの、味噌汁って言っても、味噌スープですから。まあ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 、全然飲めんことないし、なだかま、確かに飲みやすいっちゃ飲みやすいしな。で、あの、カレーとね、ちょっと混じるとね、案外ね、あの、味噌とカレーの相性ってそんな悪くはないというね、えー、ことを分かったりしたんでね、それはそれで、ね、発見だったんでね、ありがたいところなんですけど、えー、ただからここは、そのこのこは、しっかりと、ええー、抑えておかないときまして。毎回、食料さんのカレーには、ええー、味噌汁はついてこないというね、ええー、ここは、ええー、非常に、ええー、重要。 ななな、えー、ポイントになってくるかなと <laughs> るかな、えー、っていう感じでございました、ね、まあこんな感じでございました。まあね、こんな感じで非常に美味しくて、24時間営業だと思いますの、ね、で、一応調べて、ん出てた 24時間営業ってなって、あ、そうですね、24時間営業ってなってたんで、えー、こんな話をしておったら、また食べたくなってきたんでね、今から行ってこようかな、<laughs> えー、っていう感じでね、えー、全然ね、いい感じのところでございました。この点、ね、感じの店舗で増えてくるといいのかなって感じですね。えー、ポイントとしてはそうですね、今、ま、良、あ、かったところ、やっぱりその3店舗のやつがね、全部集まってるんで、えー、非常に席数も広くなりますし、トータルでね、席数も広く取れてるし、で、提供時間もだからといってね、そんな遅くなるのかって言ったら、まあ、 カツカレーじゃないいいっていうのもまたと思いますカカツカレーだと多分カツをね揚げたりする時間があるんでちょっとまたカツくると思いますけどそんなにねまたさゆることなくスッと、えー、食べることもできましたのでその辺りとかも良かったのかなと思いますねで、えー、そうですねウィークポイントなんだろうなうんあでもね多分ね働くってなると大変そうでしたね結局その 三つの店舗分のメニューの、え、こう、作成方法を覚えないといけないじゃないですか。まあ、してや、カツとカレーと、カレーとカツと牛丼っていうね。えー、しかも、えっ、ー、と、松屋さんの場合そこに牛丼に定食って言って、もともと、えー、どっちかというと、レパートリーが豊富な、えー、牛丼屋さんですかね。あの、吉野屋がもともと少なくて。で、えー、すきはどちらかというと、えー、牛丼にプラストッピングみたいな感じでやってましたけど、そのね、やつにいろいろ牛すき鍋プとか入れて、えー、なんかオペレーションが、ワンプが あの時期はね大変だったみたいですけどねあの実は後日ねその頃に、えー、松屋にいたでバイトしてたよってやつにねちらっとね話を聞いたことありますけど、えー、なかなか壮絶だったらしいですかね本当にあのあのキッチンもあの見てらんなかったけどもうあの洗い場なんてとてもじゃないけど目をやれるあのもう見れない状況。 だったっていうねもうあの見たらあの息の根が止まるレベルチ、うん、らッとでもみあのその今の洗い場の現状を見た瞬間にもう全てが終わったってなってしまうねような感じだったらしいですけどねえー、っていうような、ね、えーえー、噂とか聞いたことありますけどうんうん。うん まあこんな感じのところらしいです。なるほどな、というところでございましたね。えー、で、するので、そう、働くのにはなかなか大変そうかな、という感じがしますのと、あとはここをね、えー、行くときに気をつけないといけないのが、ここのマックなんですよ。 えー、この前も言ってましたけど、そういや吉野家、ちなみにそうあの、松屋さん移転なんですよね、もともとはね、えー、と北ちゃんの向かいにあったんですよ。このイオンモール四海市北の、えーと、ここに、えー、富田駅あって、えーと、こっちからも出入り口があるんですけど、ここのねデータすぐのと、このん、どこだっけ、この辺りにあったよな。うん。この辺りに実は松屋さんがあったんで、うん。 駅近くだったんですけど、ですから、あの、富田駅でね、終電で富田駅に帰ってくるね、え人たちからしてみたらね、唯一ね、よし、ここでご飯を食べてっていうところがね、なくなっちゃったの、ちょっとね、痛いところであるんですけどね。えー、え、イオンを帰ってきたから、ちょっと離れたところにあるんですけど、実はこれね、もともと、え、吉野家さんが立ってたところの、ほぼ真向かいに作った、実は牛丼大戦争でもあるんですよね。えー、川越牛丼大戦争でもあります。えっ、ー、と、すき家さんはどこにあったっけえっ、ー、とね、このあたり何 中羽は,は遠い。一番近い中羽どこだはずじゃない中羽。多分中羽、一番近いところが、そうやね、はずの、ここですね、大家のところにある、えー、はずにある、えー、と中羽までないんで、ここはあれで中を外れてるんですけど、えー と、川わ横綱があって、そう、飲食店自体も非常に多いところで、えーとね、この辺りで、あとはどんなかがあるんーと、えーと、すきヤ スッキヤがどこだっけなこの辺だっけどこにあったっけスキヤあ結構はなれてるわえっ、ー、とトミだここあのハッタですねハタのいあるスキヤかハッタかクワナのところあ結構離れてるんですがスキヤはそんスキヤ中全勝系はそこまで強豪にはなっ ないんですけど実のはいええー、飲食店はかなり多いところ、えー、でそれは吉野家さんのすぐ近くだし、えー、カレー屋さんマイカリー食堂としては、えー、カレー屋さんとしてはさっきもちらと言いました、えー、とこのすぐ近くにここ一番前ねここにココイチがある、えー、この辺りとの競合になってくるのかなというところですねえっ、ー、ととんかつ屋さんなんかあったっけかつ屋はえー、っと四日市の北町か 支えと笹井屋さんの近くここですね過去の勝家さんが近くになってくるからチェーン店系の勝屋さんとしてはそこまで近くにはないからどっちかっていうとそこが一番強みになるかもしれませんね。うん っていう感じですね。まあで、この辺り、その持ちだと言いましたけど、その川越町って言って市じゃないところではあるんですけど、えっ、ー、と、丸源があって、んどこだっけ焼肉キングだから、ここかここだな。ですから、えっ、ー、とね、場所としてはね、えー、非常に。 栄えてるところですし、えー、人通りも非常に多い国道1号線沿いということで、えー、非常にね、えー、人気は出るんじゃないかな、ただ結構、競合もね、競争も激しいところなんで、ね、まあ、この辺り、またご飯食べスポットが増えるのは、えー、いいことかなと思いますあ。ちなみに駐車場はめちゃめちゃ広いです。一応、この辺り、近辺が松江さんの駐車場みたいな感じになってますけど、共同駐車場みたいになってるんで、本村さんの場が広い駐車場があるんで、駐車場はもう全く困ることはありません。唯一その心配点 としては、このマクドナルドのね、えー、マックに向かっていくね、えー、ここがあの大渋滞を起こして、交通麻痺を、えー、12時台を起こすことがたびたびありますので、えー、マジで、あのー、もうここらへんぐらいまでもう大渋滞とかってことで、ね、ザラにありますんでね、で吉野家さんに結構割を送ってたりすることもあるんで、松屋さんもね、ちょっとそこらへん、そこから唯一、えー、注意点としては。えー っていうのがあるんで、まあそこら辺ぐらいかなーっていうぐらいですかね。よし、ということでございました。まあこんな感じで松屋さん。えー、まずはね、ぜひね、どんどんとね、この携帯、産業体形態まあこれちょっと多分敷地のね、えー、余裕がないと難しいのが、ちっちゃいテンポでやるとちょっと大変そうなんでね、キッチンスペースもそれなりにやっぱ作っておかないと。かそこが結構。 掛けぎになりそうなんで、フライヤー系とね、えー、カレー用のオペレーションのやつと全部、えー、に牛丼定食用のね、焼き物作るスペースとか、もともと松屋さんはその、ちょっとキッチンスペースは、すきキ屋さんとか松屋、えー、吉野家さんと比べるとちょっと、えー、必要かなっていう作りになってたので、えー、さらにね、ちょっといるような感じになってますので、そこのところら辺がね、えー、ちょっとね、なるか,のから、既存店の置き換え。だから、もともとこっちの方のが、多分、一としてはね、こっちの方のがいい感じもあったんですけど、 多分スペースの問題でちょっと難しいなと。こスケルトで作ったと思いますので、なかなか既存ての置き換えというよりは、多分進展を作っていくような形でね、スクランプビルドにするのが、また完全な、でそのビルディングでやっていくのか分かりませんけど、っていう感じになっていくと思いますので、その辺りとかもね、ちょっとね注視しながら、またこの後のね、旅館地域、この三重県北中西地域のね、牛丼戦争模様とかもね、またね、いろいろと解説できたらなと思っておりますんでね、その辺りとかもね、気になるなちょっと三重県 そういった情報とかねいないなとかっていう方もね、ぜひ、このスタッフテイチャンネルで、ねえー、チャンネル登録とね、していただけるとありがたいかなと思います。まあ、しょうもない動画いつも毎日あげてますんでね、ぜひ、どうぞよろしくお願いいたします。ということでね、えー、何やかんやと27分もしゃべってんだ、怖いということでね、今回もこれぐらいね、締めさせていただきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。神で撮ってあ、ここだ、ここにつけたんだた。